Yes, FM。 こんにちは、コマンダンテの石井です。安田です。今日はですね、はい、僕が皆様に時間をお知らせしたいと思います。はい。あ大丈夫？ちょっとあかんな、緊張するわ。いけるいけるいけるよ。いけるかな。頑張って。いくよ。どうぞ。表示です。高声。こんにちは、始まりました、コマンダンテのオンスト、コマンダンテの石井です。安田です。あ、この番組はナンバーグランド花月1階イエスシアターサテライトスタジオから2時間の公開生放送でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ねえ、たくさんの方が今日もね、まだだってゴールデンウィークでしょ。そうですよ。一応今日で最後ですか。ねえ、そうです、そうです。締めくくりですよ、今日が、はいはい、ね、振り替え休日ですけどね。あ、そうなんですか。そうですよ。あ、そうなんです、ね、今日までが、まあまあでも明日明後日休みでね、はあはあ、10連休みたいな人もいるみたいですけど。あ、なるほどなるほど。はい、恥ずかしいですね、さっきの CM というか。ああ、さっきのね、4時ですね。なんか改めて聞くことないですもん ね、 ね、コマンダンテさんが初めてよね、このね、初めて初めて。なんかいいことあるかもしれない。あんま聞いたことないですけどね、それは。あ、そうですか、はい、いや嬉しいですね。ありがたいですね。先週ちょっとね、はいはいはい、お休みということか。あ、そうですよ。でね、だから、はい、実感ないですよね、そのまま。そうなんですよ。なんかね、そう、一回やってで、うん、まあ久々にやらせていただいて、はい、で次また休んで、そうそうそう、今日っていうことですからね。まだだから本当にレギュラーなのか分かってない。そうですね、レギュラーなのか。今のところ準レギュラーですから、ね、そうそうそう、まだね。まだ怪しいですよ。ね、頑張らないと。まだそうですね、はい、頑張ってね、盛り上げない。多分査定されてますから。あ、そうですか、はい、めっちゃ喋りましょう、じゃあ今日はね、頑張ってね。そう、頑張りたいんですけどね。頑張りましょう。いや、広島調子いいですよ。始まりましたね。またねえ、もういいですって。そうですか。誰もその興味ないんですよ。いや、あるんですよ。いや、ほんまこれだけ。ちょっとほんまにブースの前とかにいっぱい来ましたら、はいはい、すごい来てますよ。来てくれてはるから、はい、聞いてみたいわ。聞いてみよう、広島のこと興味あるかどうか。なるほどな。いや、だから今結構その騒がれてるから、まあまあ、女子とか。いや、言うてるけど、絶対俺興味ないと思う。ほんま？だから聞いてみて。ほんなら今さ、30、40人ぐらい、まあ、結構いますね。それだからさ、何人手上がったら喋っていいかにしよう。え、それは半分じゃない？いや、半分おる？半分でしょ。10、じゃあもう、せめて、5にしよう。いや、それではちょっと、うん、ねえ、喋るのは。まあ、そうか。分かった。ほんな半分しよう。半分やろ。半分な。うん。オッケー。半分にしたら、うん、もうオープニング全部カープ。いや、いいよ、全然。今日。うん。オッケー。ちょっとじゃあ、あの、ブース前の方、広島カープについて、はいはい、今後、このコマンダンテのストで、喋、うん、ってもいいぞという方、挙手お願いします。1、2、3、4、5、6。うん。うん、うん、来た。7。うん。8、うん、もうないか。なんでその感じ出してんの。でもあのね、ちょっと、はい、あの、いや、ちょっとピーチちゃんたち。あのね、ピーチって呼んでるんですが、痛いんでね、この人。ファンの方のことピーチって呼んでるんですよ。こういうのは、はい、あの0か100でいいのよ。その微妙に、はい、手の届かんアウト一番ダメ。いや、あれ嬉しいですね。ほんまにさ、ちょっともうほんま一言だけでいいのよ。まあ、あの、一言にしよう。ほんま、本当にね、今の感じだったら一言ぐらいはいい。一言ごめんなさいね。カープ打線ね、はい、最近やっと目覚めまして、はい、ちょっとカープの選手に一言。ああ、そうなんですか。はい、おはようございます。いやいや、え、これでいいんですか。これでマジでいらんかったんじゃん。十分。もう今もさっきもね、はい、ツーアウトまで行ってましたから、9回。はいはいはい、はいはい、今日3立てね、多分。え、もう今勝ってるってこと。もう、はい、勝ってるんで、ほぼ3立てですよ。ここから逆襲がね。まあ、全然知らないですけどね。あ、今日ね、その何ですか、変わりますけどね、はい、今日僕またあのね、はい、マラソンのエントリーしまして。え、何の。大阪マラソンの。何それ。え、いや、これはでも仕事とかじゃなくて一般の市民ランナーとしてあのエントリー。でもそれはね、漏れる可能性なら抽選やから。はいはいはい。え、お金いるんじゃない。そんな。そうそう、いるいる。え、でもめっちゃさっきよ、まだ頭おかしいよ。おかしないよ。俺、ああいう人の気が一番いやいや、めっちゃだってお金払って走るんやろ、うん、意味わからんやん。いやいや、どういうことなん。何、でもそれは何もすんの。まあ、その俺のは1万ちょいぐらい。うわ。でもそれはね、その、まあ、チャリティーというやつもある、ね、チャリティー募金、それがお金が募金になるみたいなことでやってるあるらしいんだけど。へ、そうそうそう。
まだそう分かれへんで、フルでしょ、フルマラソンでしょ、フルよもちろん、まあ、前回のカンペマラソンでのコンディションの悪さ、コンディションの悪さに俺腹立ってんのよ、雨でね、めちゃくちゃ練習してさ、うん、ほんまにハーフマラソンとか走ってね、はい、練習で、はいはい、だから20キロとかね、はい、走って行ったらさ、雨としゃぶりでさ、はい、もう地面もぐちゃぐちゃなって、ね、もうほんまにさ、うん、体半分ぐらい水びっね、いや使ってそんな言ってないよ、川の中歩いてる、いやプールやプールやそれおばあちゃんがよう歩いてるやつなんで、そうそう、もう腹立ってさ、別にマラソンが好きとかじゃなくて、そのちゃんと練習の成果が出ればいいだから5時間を目標にしてたのよ俺は。あ、その前回の、ね、そう、別に早いとかじゃない、普通に行ったら5時間ぐらい、あ、そんなもんなんや、うん、そうそう、はい、ジョギングペースで行きゃ、それを目標にしてたらもう6時間50分ぐらい、結構そうやったね、ギリギリ7時間だってあれって、そう、7時間で足切る、うん、もう足、そう、うん、それが悔しいからもうその、うん、今日またエントリーして、へー、それがね、その仕上がってんけど、エントリーしようって見たら、その本番が大阪マラソンの10月25日なの、あら、そうね、僕の32歳の誕生日32歳の誕生日に、誕生日にめっちゃしんどい思いするのええのそれで、誕生日そんなんで、いやいや、まあ、たまたま そのそうやねん、まあ走れたらいいなぐらいのな、まあほんまにでも人気やから、ほんま全然外れることもあるらしいからさ、分かれへん、それ どうすんの、仕事、誕生日仕事みたいな入らんじゃん、あ、だからそのあとどうかな、何時から何時なそれは、そう分からへんけど、多分朝やろうな、まあ夕方ぐらい終わったりすると思うけど、まあ夜は別にさ、はい、開けれるやんか、開けれるというかな、まあまあまあ、そんで今からもう俺練習しようと思ってるから、うん、ほんまに、いやそりゃそうでしょ、先頭、うん、なんかじゃあ考えとくわ、まだ間に合うで、いや俺はいいよエントリー、いや俺はいい、今日の5時までやから、俺はいい5時まで、そう、もう無理やん、ほなあと1時間、いや、ま、無理、うん、俺も走らやんでええねん、ほんならゴール前くらいで待ってて、嫌 やって、なんかプレゼント持って絶対嫌やわ、絶対嫌やわ、誕生日プレゼントも、いや何時間待つか知らんけどさ絶対嫌やって、そんな、あ、そう、よう走るね、でもいいけどな、いや、たまにはそう、自分のね、あの健康のために走りたいと思うけど、うんうん、そんななんかお金払ったり意味わからん、ね、でもそっちの方がいいわ、なんか前カンペマラソンのね、うんうん、結構そのほんまな、もう歩引きずりながら、うん、足引きずりながらね、ゴールして、うんうん、ほんならさ、うん、社員さんがもう何も走ってない社員さんよ、もちろん、ほんなら安田さん、もう早く走ってこっち来てください、取材ありますんでつって走れるわけないやんかほんでなんかすっごい写真がバシャバシャ撮られてさ、あとで見たらもうすごい顔してんの言われてたね、この間祇園花月でさ、女と男さん一緒やって、そうそうそう、和田さんがね、うん、開口一番を安田君のパンフレット見たひどい顔してたねってあれ大丈夫かって、あんな不細工やったっけって言われてたもんね、和田さんが心配するぐらいの、そう、いやそうなんねん、やっぱ、いやそれはなるやろ、そうそう、だから今回は別に個人的なエントリーやからさ、別にそういうこともないからさ、まあないやろ、そうそう、楽しくな、走ろうと思ってんの、もし走れたらね、そう、分かれへんけどね、まだ、もうなんなん、趣味がそうなの、いやいや、そうそうじゃない、ほんまそれで引退しようと思って、マラソンはいや、ほんま悔しかっただけやねん、カンペマラソン、いや、そうやったらもう次のカンペマラソンでええやん、いや、それがな、だから、いや、それも、いや、分からへんけど、そのどうなってるか分かれへんけどさ、そのなんていうの、またコンディション的に大阪マラソンは雨降っても、うん、多分な、道路やから、うん、そんなに支障ないと思う、ね、アスファルトカンペマラソンは、そうそうそう、そういう砂利道みたいな、そうそう、砂利道やから、もうドロドロな感じだったよ、でもそんなアスファルトの方がしんどいんじゃない、足的には負担はかかるんじゃない、膝とか、あ、かかるかも、でもその普段の練習がもうアスファルトの、あ、そうな、そうそうそう、もう大阪城とか走ってるんだけどさ、大阪城アスファルト、大阪城は違うでしょ、ちゃうんかな、どっちや、俺何走ってたんやろ、まあでもそうか、あれ、あら、どっち、なんか来た、あれ、あれ、誰ですかね、あれは、ブース前にね、新喜劇の人ですかね、そうでしょうね、あ、川端座長か、川端座長の、俺、あの、清水さんかと、そう、清水博之さんの着ぐるみができたんか、めっちゃ似てるやん、めっちゃ似てなかった、だって、俺、
そうやと思ったけどさ、めっちゃおもろいやん、出てたら。そう、いやおもろい、あの人めっちゃ好きやろ。そう好き、面白いけどさ、でもその急にな、その清水さんそのまあそうか、いや安田君もあの人は好きやろ。めっちゃ好きよ。その似てんのよ日社、僕らのね大好きな同期の日社、似てんのよあの雰囲気がね。なんかそうやね、ほっとかれへん。そうダメな人って面白いからね。面白い、そうだ、そうそうそう、ね、そういうことよ。いやでもあれですよ、僕ちょっとこの間ね納得いかんことが一個あって、う納得いかんというか、なんでこんなことなんねんっていうのが、はいはいはい、あったんやけど、あの前にさ諸見里さんのね、うん、結婚二次会行かしてもらったやんか、行かしてもらったね、僕らコンビで行って、ですごい人数でしたね、すごい人数でね、はい、すごい盛大で盛り上がって盛り上がって楽しいな言って、で終わってからね、僕その時一緒に行ったんが毛利さん、ギャロップの、はいはいはい、で四条さんと、うん、でシャンパートの小泉さんとなんか一緒に行くことがあった、はあはあはあ、僕なんかその毛利さん誘われてその流れでみんなで行きましょうみたいな、なるほど、それでそのまあ一緒になったのがそのちょうどタイミング的にね、はあ、NGK 終わりとかそうなんで、うん、4人で行って、で終わってなんか小泉さんが飲みに行こうと言ってくれはって、はあはあ、で四条さんと僕とで、あと山内さんと、はいはい、毛利さんちょっと来なかったんですか、かまいたちやね、そう、4人で、まあ、なんか飲みに行かせてもらって、うん、で、まあその日を普通に楽しく飲んで、うん、で、まあ帰ってさ、うん、帰る前に一応番号聞かせてもらって、こういうのでまあ登録して、うん、で、次の日にさ、うん、あの昨日ありがとうございましたっていう意味で、うん、まあメールしとこうと思って、うん、その探してたんよ、名前を、うん、こいでみずで登録してるはずやから、で、こうで探しても一個にないねん、うん、あれ俺やってもたんかなと思って、うん、登録し忘れてんちゃうかって、なるほどな、でも電話番号入れてるし、うん、で、うん、あの履歴みたいなの見たら入ってると、うん、で、もう一回見てたら小出水って入れてるやつがさ小すっすいってなってるその漢字がね、漢字が、うん、俺はでも小出水って打って入れてるわけよ、うん、そのそういうことな、入力を、うん、それやのに小すっすいってなんでなんで変な変換をしてほんで登録はだから C で入ってるわけよ、作業で、なるほどなるほど、この意味のわからなさ、わざわざな、納得いかんくない納得いかんな、俺ちゃんとこうで初めて打ってるわけやからさ、はんはんはん、そう、それでそうなるっていう、はんはん、ちょっと言っといて、あれ iPhone かなんか、あ、いや俺そういう人でないからそういう人でしょ、いやそういう人じゃないね、アップルのなんか、うん、いやそういうことは聞くけどね、ちゃんと聞いてあげるしかできない、うん、そういうのは手が触れる、うん、そうや、でそれがあって、はるかつな、それでテーマが今日は納得いかないですか、あ、違いますよ、あ、違いますか今日テーマは、はいはい、あ、今日テーマはちゃいますね、違います、ね、また後で発表すると思いますけどもね、はい、今日もね、はい、2時間、うん、たっぷりと、そうですよ、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、さあここでゲストの方が来てくださいました、トットのタダさんと小原さんです、どうもこんにちは、お願いします、トットタダです、パヤーン、どうも小原でーすやったんよ、え、安田のやつやから、やんやん、もう俺安田じゃない、違うよ自分で間違えます、あ、そう、似てると言われてるけど違うよ、あ、違うっす、顔はちゃいますからね、顔はちゃうわ、全然ちゃんと見たらやっぱり、ね、最近まで一試合言うてましたよ、フォルマ似てるけど、はい、安田って、はい、あのブサイクだいや、そのいやいや、ちゃいますやん、最近まで同じで行こうみたいなスタンスでしたよ急に、急に最近急に僕のことブサイクって言い出して、なんでそんな急に変わんの、むしゃくしゃですよ、でやっぱこの前ねカナリアチーモンさんの、はい、ね、4ヶ月一緒に出たよ、うん、あの時にね足立さんが、うん、もう安田ブサイクやって言って、うんうん、安田はブサイクって、うんうんうん、それを聞いてからですよねやばい、あーいいやってダサいねんだから足立さん俺の味方になったからこの時点でちゃいますやん、違う違う違うブサイク芸人ブサイク、その日からずっと僕のことブサイクって言ってくれてカマキリ、カマキリやんこんな顔え、顔顔顔三角やろ、宮戸っぽくなってるってこと、ああ見せやな、いやいや、どこがやんの、優しい優しい、宮戸さんね、宮戸に似てる、どこがやんの宮戸しいこんな、でもブサイクブサイクでいじられる感じじゃなかったよな、じゃないですよ、そうですよ、もともとはね、そうやんな、
なんで急に、お前男前、急にブサイク、急に寝返って髪切ってからのが言われてる気しますね。あー、え、ブサイクって、まだそう、なんかロンゲの時は、うん、多分雰囲気とかあったからごまかしてたと思うんですよ。そうなん、ロンゲの時はなんか気持ち悪かったんじゃん、気持ち悪い、怖かったんじゃん、はい、なんかこいつブサイクって言ったら切れんちゃうか切れるかなんか近、あんま近かったかロンゲなんでしょうね、ロンゲとか、まあ、確かにね、自覚ないやん、いろいろナイスナイス、ほんまに一切ない、誰と同じぐらいと思ってんの僕だから、どこ前レベル、その、うん、クワさんにはギリ勝ってると思う。え、俺に、はい、うそやん、勝ってます、いや、うそ、ほんまに勝ってます、いや俺まあまあ男前やで、せやで、いやいや、それ自分で言うことちゃうで最近でもこういうことよく言い出す、昔はこんなんじゃなかった。ああ、そうなんすか、急になんか俺まあまあいけてるみたいな感じのなんか方に寄り出してるから、はい、それはそれでちょっとキモいなとは思ってんねん、キモいですよ、キモいですよキモいでいいけどって、キモいは若いわ細かい、若いっすねバリとか呼ばれる、言います言います、ええー、やん、それはもう一番喋りやすい言葉で一番喋りやすい方が気持ちは乗っかんねんから、いや分かりますけど、かまへんやんか別に、いやなんか嫌やな、いやいや、え、今俺責められてんの結局手紙こっち行きました、言葉遣いブサイクです、誰が言ったのちょっとね、僕たちが、はい、あの今から、うん、舞台がね、うん、吉本漫才劇場で、はい、あるんです、あ、出番があんねや、出番があんすよ、あ、なるほど、でそれをちょっと今からあのすぐ行かないといけなくて、うん、もう今、はい、もう今です、あ、そんまか、はい、なので、うん、ちょっとあのお二人、うん、このまま次の僕たち戻ってくるまでちょっとお願いしていいですか、あ、俺らが、はい、お留守番、お留守番、水曜日のお留守番、一応お菓子だけ用意しておいたんであそれで出てんの、はい、ちゃうやろこれ、駄菓子出してもらって告知するためのやつだよ、なんか人んち、人んちに残ったみたいなドキドキ、めっちゃ気まずいやつやんそれ友達出てったでみたいなおかんとか帰ってきたらどうしようさあではお留守適当に、はい、飲み物とか飲んでいただいて、はい、はい、ちょっと漫才大事やから、まあまあまあ、ちょっとそれだけすいませんけど、うん、何が帰ってくんの、そのうち、はい、そのうち、はい、そのうち帰ってくるんで、ずっと不安なやつやん、はい、帰ってきたなと思ったら、はい、はい、よろしくお願いします、全然あの誰か入れてもらってもいいんで、あ、そうだ、はい、そんなにラッキーオッケーオッケー、はい、あの、お菓子もいっぱいあるんで、うん、はい、すいません、じゃあ、はい、お願いします、よろしくお願いします、しっかり笑かしてな、お客さんをな、うん、大阪の笑いをな、うん、盛り上げていこう、うん、な、うん、頑張ってな、うん、よっしゃよっしゃ、よし、こいほんでごちゃごちゃうるさいのほんでどうするんですか、いや今からまあまあこれ、はい、僕ら残されまして残ったな、取っただけになりました、そうそう、まあコマなんて帰ってくるまでの間僕らで、はい、ちょっと時間を、うん、お付き合いいただけたらなと思うんですけども、お菓子が出てますけど、はい、こちらね、ナンバーグランド花月の1階に、はい、あります吉本47ご当地市場で大好評販売中の商品をご紹介します、ありがたいね、本日は和歌山県産岡崎紀宝庵さんの和歌山みかんのバームです、あらららら、ということで今これですね出していただいて、はい、いやちょっと小ぶりなね、あの何個も入ってる、うん、感じですね、そうそうそう、それが8つ入りかな、これで一番嬉しいね、このサイズが、そう食べやすいよ、結局あのなんか長いの、長いの切るだけか、そうまんまのやつは困るねん、あれ結局困りはせんけどいやみあれで困るやと思う、あらゆる障害を乗り越えられへん、ちゃんと理由があんねん、最後バームクーヘン、ちゃんと理由があるから、ちゃんと理由があるから、最後もちゃんと理由バームクーヘン、何がどう困るかってちゃんと理由があんねんや、最後まで聞けよお前、話お前聞けよ、お前が俺の話を聞けよ、理由があんねんや、あのサイズをね一人で食べるんやったらこう大変やんか、大変大変、だからこういう風にしてくれた方が食べやすいからっていう意味で一人では困るということやんか、そうですね、あの適当に聞いてくれてんねん、何そうですねって、ダメだよ、食べましょう、じゃあ、はい、いただきまーす、うん、はい、これ和歌山みかん、はい、バーム、みかん果汁を使用したオリジナルのバームクーヘンです、うん、はい、いただきまーす、うん、あ、すごい、あ、みかんの香りがする、うん、すごいするね、一口噛んだら口の中みかんそれみかん食べた時の感想やろぐらいバームクーヘンにみかんが強いってことやん、うまっ、これ美味しいよ、めっちゃ美味しい、うん、もうねご当地市場間違いないですね、まあ確かに全部うまいもん、うまいうまい、ほんまに、うん、だって選抜メンバーが来てるわけやから大阪に、ご当地の、あ、全国の、そう、うんうん、ご当地を代表する選抜メンバーが来てるわけやから、うんうん、間違いない、それはまずいわけないもんな、オールスターが、えオールスター、
あ、全国の、うん、ご当地ジャパン、うんうん、何それ、うん、ご当地ジャパン、うん、俺が今適当に喋ってるの分かった分かってる分かってる美味しい。ということでこちらですね、和歌山県みかんのバーム、お値段は1箱8個入りで972円になっております、うん、お土産にもいいですね、はい、ぜひ食べてください。お近くの方はぜひ南部グランド花月吉本、47ご当地市場にお越しください。 NGK ありますからね、はい、もうすぐです、うん、一緒に買ってください。はい、うん、はいはい、ということでここで1曲聴いてください。それでは説明誌で東京トットのオンストノットリ計画。はい、これは何でしょうか。本来ならばここはコマンダンテのコーナーなのですが、うん、コマンダンテがちょっと舞台の方に行ってしまったので、今回は特別に僕たちトットが担当させていただきます。だからその間にいいのは、まあ、乗っ取ろうじゃないかっていうね、はい、ことですよ。どう、何でラジオやったことないでしょ僕ら の、 そのまあまあないな、ね、音質とか担当したことないじゃないですか、うん、もうめちゃくちゃやりたいの俺ラジオ、うん、めっちゃ好きやね、うん、だからもうでも確かにお前めちゃくちゃ好きよな。俺好き、あのポータブルのなんかあの MD とか、うん、あの今でいうあの iPod とか入り出した時に、うん、フワが見たことない耳につけるやつつけてて、ちっちゃいやつやろ、うん、ちっちゃい、ほんまにあの指輪入れるケースぐらいのちっちゃいのを持ってて、こいつついに買い出したんやと、高3ぐらいか、そうついにこうた思って見せやって見せへん、うん、いや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 、見せてくれや、うん、いやいやいや言うて無理やり撮ったら携帯のラジオ聞いてたそおじいか思った。だ俺ラジオって言ってないから結構ざわついとってみんな、みんな同級生がみんな誰も持ってない、何あの最新型のついに iPhone のなんかめっちゃちっちゃいやつ、同級生で一番最初に買い出して思ったら携帯のラジオ、あれラジオや、確かに1個しかなかったもんな耳のやつそんぐらい好きやからそれがねなかなか持てないということでね、はい、こう乗っ取っちゃうということですよ。はい、いろんな作戦を考えてね。あ、どういう作戦ですか。例えばどうですかね、はい、1個まあどんなのすり替わり作計画、すり替わり計画、うん、こう水曜日をコマンダンテの音じゃなくなすためにすり替わるってこと。そう1個いいと思うね、その、うん、似てるやん安田と俺がだからお前がしれっとそう安田になってるってこと。徐々にな徐々にだからあの入り時間のちょい前に俺が来てるとか、うん、え安田来るよな、でスタッフさんは安田が来てんなと思い出すわけやん。だんだん身を消つかなくなる、うん、俺はその安田が来る前に帰るから行った、ほんで安田が来た時に、うん、あれあでもそうかみたいなのを繰り返して、うん、徐々にすり替わっていくから。これは俺と安田が入れ替わるのは簡単やねん。簡単だよ。ただ石井君と入れ替わるかどうかや問題は。それはむずいよ。だってそうやねん、石井君とどうすり替わんのよ。なかなかむずいな。だってもう背から違うもん。そうやねん、うん、目を細めた方がいいんちゃう。もうちょっとそうこんなん、うん、うん、これ大ちゃんこれラジオやで。いやお前が顔やってるけど今お前が目言うたんやないか。大丈夫これ俺もちょっとずつこれしていく。いけると思うけど、でもなんか男前で似てんちゃう。シュッとしておしゃれ。これ石井君似てる。似てる今似てる。うん全然似てない。似てないよ。作家の福森君は似てないって言ってるで。あそうか。まあでもそちょっとずつすり替わってコマンダンテになろうってことね、うん、そう、うんうん、そういう計画ね。ああそう、うん、厳しいかこれ。これはまあまあ一回でもお前と安田のスイッチはもしかしたらできるかもしれない。なるほどね、うん、これ誰が決めるんですかこのオンスト。誰がやる。だって祇園ってやってんの今。祇園月曜日。そうやで、月曜日、ね、あと新しくね、うん、誰が決めるんですかこれは。そう会社っすよね。上層部吉本、まあ、上層部までいかへんやろうけど、まあまあまあそう上の人ちゃう。会社のこびるか社員さんに。そんなんやったことないで。いやなんかお中元とかね。お中元あの俺のあのちっちゃいラジオ送るわ。誰が嬉しいな。あんなもんお前ちっちゃいラジオ十何年前のちっこいラジオお前ちょっとやりたいでな。誰へんそういう。どうやってこびんの。だからそういうお中元送ったりとか、うん、いいっすよねラジオってみたいな。喋ってる最中さあ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 最近どうやねんみたいな話になるやん。社員さんって、うん、元気やってんのかみたいな。そうなんですよね、うん、ラジオがちょっとね足りないですね僕らに。ラジオ、はい、あーそうそうなんですよ。もうなんかあんま見えてない方が調子いいってあるんですよね。声だけの方が。いやあかんがなおいみたいな感じ。あかんがなお前そんなもん芸人が見えてへん方が調子やみたいなお前ですか。でいつもらえるんですかラジオ。急にいつもらえるんですか無理か。
それはもうちょい厳しいね。飲みに行ったりとかしてな、ちょっと。ああ、ええな。うん、そういう感じでやっていった方がええんじゃん。もらいたいわ。なんかないんかい、作戦は。作戦。うん、だからあれや、あの、水曜日やから、うん、この、音ストが。水曜日に、コマンダンテに違う仕事を入れたらええんちゃう。なるほどね。うん。今日みたいなパターンを増やす。そうそう、音ストに来られへんという状況を作ってしまえば、ほんなら代役立てなあかんな、みたいな。なるほどね。うん。せえよ。だって、あ、桑原安田にとんな、ほんならええか、みたいな。で、入れてくれる可能性があるかもしれない。あ、いい、いい、うん、めっちゃいい。そうやな。うん。そういう感じでいこう。だから、うん。漫才劇場に安、うんうん、コマンダンテの出番を増やしてください、みたいな。うんあの投稿をいっぱいするとか、おうおう、うん、無記名で、そうそうそう、あのテレビの人にコマンダンテおもろいっすよっつってテレビ、うん、水曜のレギュラーを、うん、あの作ろうや、え俺らラジオ俺らラジオの枠もらうために、うん、テレビのレギュラーをコマンダンテにあげるね水曜押すってこと、うん、そんな遠回りなことある水曜ですみたいなコマンダンテの水曜ですみたいな、そう何やねん大泉洋さん水曜どうでしょうみたいなやつそういう企画作ってるやん、企画書を出して、おう、うん、それで水曜レギュラーをあいつらレギュラーを持たして、うん、俺らこの枠もらうってこと、この枠をもらう俺ら、いやテレビがええって、いやいやそれテレビがええ、いやお前はいやブレんな、いやブレてラジオやから今、いやお前がラジオ、ラジオを取りに行け、いや俺テレビのもらえ、テレビの方がええって、あかんブレんな、いやブレんな、集中しろラジオに、いや欲が出てる今、いや普通やんか、違う違うラジオ、ラジオのことしか考えたか今、今その時間、うん、ラジオのことだけだけブレんな、ブレんなマジで、なんで怒られてんの俺、お前ははいはい、な例えば、うん、どうですか、何がですか、喉を潰す作戦ってどう、えコマンダンテの、コマンダンテの喉を潰す、じゃあラジオできへんもん、あそうか、うん、喋られへんくしたれってことね、そうそうそう、うん、ほんならもう喉仏つくか直接的に、うんもうそうしよう、じゃあ火曜日の夜に喉仏つくね、違うね、つかへん、カラオケ誘うとかね、夜に、そうそうそう、あでオールで歌わして、おうおう、でそれで次の日ガスガスやん、え俺らも板であるんじゃん、だから向こうに、うん、高めの潰れやすい歌を歌わしたよね、うん、コマンダンテに、そう声が高めの声の誰よ、だから、うん、クリスタルキングとか、ああはい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 、 X とか、そう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 、ほんで褒めんねん、その時、あめっちゃいいやん、こう高音綺麗、安田高音綺麗なみたいな、でこっちは低めの尾崎豊とか歌って喉を保つわけよ、なるほどね、反町隆史、そう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 、ポイズン言うといて、ポイズン、そう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 、ずっと同じ高音、ずっと同じ、ずっと赤青は言うといて、それで次の日水曜だ、うん、もうそれスタートも後半なんで2人ともどうや、うん、喉がガスガスだーみたいな、えだーみー安田でーすみたいな、バケモン出てきたみたいなほらあいつらあかんなってなって、うん、俺らやらそうかってなるんちゃう、それで、うん、それはじゃあ一個ちょっとやってみようか、それはいいかもしれない、うん、どう、あとでも喉潰すんやったら、うん、そ辛いもんいっぱい食わすっていうのは、辛いもんな、うん、いいと思う、だから、なんや、青、うん、青唐辛子、青唐辛子な、うん、チゲ鍋、チゲ鍋、うんうん、食べさせよう、すり込んでいこう、すり込むってどういうこと、だからおいみたいな、おい安田、あお前が安田喋ってる、うん、あーあー、チゲ鍋やな、ほんま、みたいな。え、なんですかってなんで急に、え、こうだ、なんです急に。あいや、なんでもないね、別に。おーあー、でもなんか、なんやった唐辛、唐辛。なんやったっけ唐辛唐辛子。唐辛子。うん、体にええらしいな、あれ。うん。おみたいなのを、ずっと言って、うんうん。急になんですかってなんでじゃあ、擦り込みはあるから、だんだん。おほな、昼時になって食べたらなんねん、辛いもん。あ、ほんでお前が辛いもんを連れていくってこと？いや、まあ行ってもええし、おのおのでも行きやるやるし。あ、ほんま、それ、すり込む必要はなんであんの？だからすり込んで食べたらなんねん。あ、普段から？そう。ちょっとこう脳にすり込んでいくねん、辛い、辛さを。うんうんうん、辛みを。うん。あ、ほんで、おい、七味とかを、そうそうそう、常に持っとくわ。いい。あいつらが楽屋でなんかその、うん、吉野家とか高田来たりとかして食べてるやんか。うんうんその時、あって言って、目線つぶして。あ、いい。やってちゃう。ちゃ混ぜて。うん。あ、いいや。飲んでる水とかにもそんなしとくわ。かけていこう。うん。あ、色でバレるか俺安田のメガネ取るわ、その人。あ、そうそうやな。うん。一緒に。わからへんよ、うん。それでいこう。石井くんは、石井くんはでもメガネかけてないから。石井くんでも目細いから多分バレへん。大丈夫。そうやな。大丈夫。あんま見えてない。あんま見えてない。大丈夫。オッケーオッケー。これはいけそう。それもありやな。うん。これはいけそうやな。うん。いいんじゃないですか。ここはどうしますか、じゃあ。どんどんなぁ、うん、なんとか乗っ取りたいなぁ。そうやなぁ。で、ここで今決めたこと、なんかこれいけるなぁ、みたいな、すぐこれいけるなぁ、みたいな。
あ、なるほどな。うん。なったら、あいつら帰ってきてちょっとやる。需要が結局あればさ、やれんじゃん。その、トットにやらしてあげてくださいみたいな。うん、ほう。声ファンの声、うん、がいっぱいあればできるんじゃん。おー。そういう。どうですか今日、いっぱい来てはんねん、ほら。いっぱい聞いてくれてはりますね。これちょっと聞こえてますか声は。声は聞こえてるんですね。ちょっと、トットの、トットの音質がぜひやってほしいという人はいますか。トットの音質で。あ、ほら、いっぱい。うわぁ、すごい。いや、すごいたくさん。あぁ、ちっちゃい子まで。あ、ちっちゃい子は全然ちゃうんか。あ、サインしよう。あん？じゃあ、うん、コマンダンテ帰ってきたら、うん、コマンダンテの、うん、オーストとトットのオーストどっちがいいかを、うん、お客さんに聞こうや。これ全員が裏切ったらめっちゃ面白い感じだね。で、全員がトットの時に、うん、手を叩いてください。全員が。で、コマンダンテの時は叩かないでください。それ、あれ、それして、うん、みんなやってくれるのかな、そんな。それやってくれるじゃないですか。皆さんやってくれます？そんな、乗っかってくれます？そうでもなさそうな感じ。いや、これいいと思うけど。あ、その、だから、署名的なことね。そうそうそう。あ、署名運動？有志を集めてみたいなことね。それ大事やか。いいやん。これは一個まあまあありかもしれんね。そうやろ。うん。やりたいやろ。まあそういう。そういうのもないんだ。やりたい。いや、できるんやったらやりたいよ。そうやろ。うん。なんとか、なんとかして。でも、お前はすごいなんかガツガツ、珍しくガツガツしてるな。いや、俺めっちゃ好きやね、ラジオ。めっちゃやりたいね。俺もラジオ別にやりたいけど、うん。なんか、お前ほどの熱は、ない。なあ、でも、じゃあ何にでもないよな、お前は。え、今俺怒られる？今怒られる？うん、今からたっぷり怒られる。あかんあかんあかん。乗っ取り計画の内容考えようや。じゃあお前もやる気出せよ、そう、出してる熱量やから、これは。ラジオやりたい。やりたい、やりたい、やりたい。なんか自然の感じ。まあ別に、やれたらいいですけど。みたいな。席はええやないかい。いや、なんかちょっと男前分なってさ。違う違う、普通にやりたいよ。ほんまか？うん。もうなんかお茶飲んでるから、今も。俺が怒ってんのに、お前。ええやないかい。なんでそんな怒られてる時にお茶飲んだらあかんねんね。まずなんで怒られてんねんって思ってるもん。知らん、お前。何バイトとかでお前、なあ、店長がお前バイトの高校って言って、その子お茶飲んだらえってなるやろ。なあ、おかしいやろ。え、お茶飲んでないってなるやん。知らん、それ。え、知ってる知ってる。怒られてる時お茶飲んだらあかんねんです。知ってる。あかんねん、それ覚えときや、それ。なあ、ごくりやないです。しゃべ、怒ってる方が飲みたいわ。喉。また飲んだよ、ほんで。飲めよ、ほんなら。飲めよ、飲めよ、ちゃうね。喉言わすで、お前、そんな。なあ。そんなんしてたら。わからんねん、ほんで。何がいいな。その、ラジオでお茶飲むっていう。わからへんか。お茶飲んだとか。いや、でも大丈夫やって。その、ほんまに熱量はあるから、やりたいなっていう気持ちはもちろんあるから。お前ですか？うん。いいかなぁ。どんどん、ちょっと、なんかないんか、作戦は。作戦？うん。作戦なぁ、ほんなら、どないしようか。なんか、コマンダンテのなんか漫才のつかみみたいな。どんな、どんどん、あれ、本家を超える本家を、うん。どんなんしてんのメガネ。どうも、ねて、コマンダンテです。コマンダンテです。ちっちきち、ね。やってるか、お前。師匠やな。あ、師匠。そうや。あ、これ子供指引きしよう。コマンダンテの面白いやつやった。コマンダンテの面白いやつやりてんの。あれや、メガネと、メガネでスーツですみたいな。メガネと、メガネと、ノッポのコンビです。あ、メガネとノッポのコンビです。かけてへんわ。で、石井くんが言うね。安田しかかけてないから。そうやな。うん。それいいよ。それは、そんな俺らできるの。メガネとノッポのコンビです。お前ばっかりやないか。あ、そうやん。俺ら倍やん。倍？だから、ノッポも俺やろ。お前。メガネも俺やん。安田はメガネだけや。背一緒ぐらいやか。あ、お前と？そうや。石井というよりも石井くんとそんな差がないってことやね。そうそうそう。そういう意味ではこっち、俺がやった方がいいんじゃん、あれも。あのつかみ。いや、まあまあ、どっちもお前やないかいって。そう。言いやすいけど。うん。もう、ちゃんと言うてるから。あ、そうなん？うん、コマなんてちゃんと言うてるから。それももらう？それももらうか。つかみも。うん。なあ。音質ともうて、うん。つかみももうて、うん。あ、それで行くか。それで行くか。うん。最終、そうする？そうしよう。うん。それ行けると思うけどな。なんて言って行くのほんなら。え、どういうこと？その言うたら、報告はしなあかんやん。あ、つかみよ。うん。もらうってこと？うん。それ、じゃあ言ってくれよと。それ、俺ちょっと、嫌われたくないか。そんなもん俺かって嫌われたくないじゃん。なんで嫌な役下ろせなあかんねんな。いや、言ってって。お前が言えや。嫌や、俺。そんなもん俺かって嫌やわ。仲良やってんのにお前。いや、なんか後輩のつかみ取ったみたいになって嫌や、俺そんな。そんなもん俺が言うてもなったってなんで？いやいや、お前いけるって。なんでやねんの。なんか、おい言うたな。ついに、ずっと言わんとこ言わんとことしてたやのに、ついに言うたな、お前。ヤホやんか。はっきり言うな言うてんだから。
な。だから、いや、なんか、どうしたらええの？え、ほんで、分かった。一回言ってみるわ、うん。めっちゃ困るんちゃう。何を？石井くん。石井くんとかコマンダンテが。困る？うん。その、つかみもらうわ、みたいな言うたら。うん。何言うてねんってなるけど。うん。まあ、それじゃあ一回俺言うてみるわ。言うてくれ。うん。うん。あと、こんなんもあるよ。安田よりもカープファンになるっていうのがあるよ。いやー、なるほどなー、うん。あれカープファンやもんな、うん。カープトークも用意してるんでしょうね、音質で。ああ、そうなんや。そうそうそう。だからそこは俺が、それ以上できるってなったら、うん、ああ、桑原にじゃあやらせようよって。まず桑原石井に変わると思うねや。そっか、徐々に。それはお前頑張れ。俺じゃあ石井くんよりも何かしなあかんと。石井くんは何をしてるんすか？何をしてるって言い方あれやけど、なんかこの、例えば安田のカープみたいな感じで言ったら石井くんは何？石井くんは、おしゃれじゃん。おしゃれと、うん、ケツメイシ。あ、ケツメイシ好きなんや。ケツメイシ好き。え、ケツメイシ好きじゃないとあかんのか。で、ケツメイシ好き？好きやろ。ケツメイシ、そう、どうか。まだ詳しくなってんちゃう。カープって俺でもカープもだいぶ、もう、北別府と古いの、おい。めちゃめちゃ古いやんけ。だから俺らの。えっと。古いって、お前。さらにジャイアンツの前やろ。で、キャッチャー。木村拓哉。古いって、お前。誰キヌガサとかさ古いね古いねだからあれやんキヌガサってカープキヌガサはキヌガサカープカープだから俺キャッチャー西山ぐらいの時やろ西山キャッチャーめちゃめちゃ古いねんって誰も知らん小学校20年ぐらい前のカープやから小田とかああその世代やなそうそうそうあかんかあかんそっからラロッカかラロッカなラロッカ世代な知らんからラロッカも誰もちょっとお客さん世論が離れてんねんお前なあカープの話してコマンダンテもその方がいいってなるからこれでお前乗っ取られへんかカープでも多分もうちょっと楽しい話してんねんってあそうカープ女子とか、ね、最近の話カープ女子とかかそういう話をやつをしてるってことかいやそう野球も古いからなあかんわそう俺はもうあんま阪神も遠山葛西葛西と古いね古いねお前なあ左バッターの時遠山右バッターに変わった葛西に変わるみたいな遠山葛西遠山葛西な古いねんって星野の120キロのストレート98キロスロークアップあったけどあのスピードでなんで打ち取れんのっていうそうそうそうえってなってタイミングずらしてタイミングずらして山田の98キロのスロークアップそうそうそうだじゃあこのブース周りを見て女子が離れまくってるから今女子がな星野ノブの話をして女子が離れまくってごめんなさいねでも見てみてください YouTube ですっごいすごいスローカーブホールピッチャーいたんですよせやねオリックスから阪神に来たねなはいすごい大お投手ですよ衣笠もなうんおったんですよそうそううんこの話はあかんでももう離れな離れていくわかったうん衣笠の話衣笠の話やめよう衣笠の話はせん方がええねんじゃあ、あの、ファイブアップのあの音響の、ファイブアップじゃ漫才劇場の音響の大久保さん。うん、大久保さんな。うん。昔、甲子園出てたね。ええせやねん。あの大久保さんせやねん。そうなん大久保さんのことあんま知らないの。知らん。で、甲子園出たって言って、って言って、その年の一番有名な人誰なんですか衣笠って言ってた。ええってなって。同級生うん。衣笠とせやねん。マジか。うん。キャッチャーやってたよ、ほんで。えで、奥さんもキャッチャーやねん。ちょっとそれはね。めっちゃ珍しい。奥さんキャッチャーキャッチャー同士で奥さん元保守キャッチャー同士で。保守保守結婚して。保守保守の夫婦めっちゃ珍しい。何それ息子もキャッチャーやってる。珍しい保守保守。保守。めっちゃ珍しい。家系図保守ばっかりやん、もう。珍しいってな。何の話やねんな、それ。そうだわ、って。すごいね。あ、そうか、知らへんか。そうやね、ごめんね。そう、野球の話だ。大久保さんと衣笠さん話してる場合ちゃうねん。そうそう、野球の話、やっぱりあんまし興味ないんちゃう。そうか。なるほどね。そうやで。いいんじゃないですかね、でも今んとこね。はい。うん。決めよう。ということで、どれにするか決めましょうか。どれで乗っとる？まあその、どれが良かった？長期的には、そのあれやん、その言うたら辛いもんで喉潰すとか。それ長期ね。それ長期のやつ。短期でまず一撃で。そうそうそう。それで言うたら何やろか。まあ世論。世論？うん、すぐできるよ。ああ、お客さんに、その見てくださってる方にちょっと参加していただいて、うん、拍手だけ、そう。やっていただきますか。ええ。それをやってください。聞きますんで、トットが。なんて言って聞くの？コマンダンテの音質がいいと思う人。うん、うん。それはノーリアクションって。うんうんうん、トットの音質がいいと思う人、うん、それは手を叩いてください、うんうんうん、はいそれでもあんま手叩いてくれへんのんちゃん俺らその
大山火災とかの話したから、その場合俺が悪いってことやから、その場合俺も潔く諦めるよ。その古い野球の話したらやっぱ分かれへんわ、うん、お前も悪いから、それに関しては。2人でも、2人でもう負けよ、しゃあない。星野ノブの話するから、はい、それで言ってみる。わかりました、うん、ということでこれじゃあちょっとコマンダンテが来たら一回やってみましょうか、うん、ではコマンダンテが帰ってきたら、早速実行したいと思います。以上、トットの音素のおっとり計画でした。さあ今日の音素メッセージ、テーマ事前に募集させていただいてました変化です、うん、ということでまず最初はですね、大阪市のメロンボトルさんからいただきました、はい、石井さん、安田さん、こんにちは、今日のテーマは変化ですが、僕は1ヶ月に1回実家に帰っているのですが、先月地元にできたばかりのコンビニがもうなくなって本屋に変わっていました、1ヶ月で店が変わるのかと驚きましたが、店員さんも愛想良くてすごくいい雰囲気でした、とタイムリー、こういうのがありますね。昨日ちょうど帰りましたよ、実家。ああそうなん、そう、おうおうおう、大変やって。なんか変化ありました？もうなんか電話して、ちょっと来てよっておかんが言うねん。なんやろ思って家帰ったらさ、うん、おかんがな、うん、なんか友達と、うん、俺の同級生の親やねんけど、うん、3人でもう飲んでた、うん、酒飲んでお昼間からお昼間から、まあ休みやから、うん、だから俺が来たら、うん、来たー言って、そうおかんが言うてんの、うん、いやそう、友達が、あ、友達が、うん、いや待ってましたーって、おお、え、彼女おんの、うわめんどくさ、ね、え、な、何も持てんの今、うわめんどくさ、うわむちゃくちゃ酔うてるやん、めんどい、ほんでなんか韓国の、うん、バンド CN ブルーっていうバンドに、あ、知ってる知ってる、ハマってるらしくて、うん、あのライブ行ったりしてるっていう、韓国まで、そうそうそう、すごいな、あんたも頑張り言うて、CN ブルー1万5000円で大阪城ホール集めて、人集めて、すごいな、だ CN ブルーってもっと言っていけって、はそれ CN ブルーファンが言葉になるから、それでってなるか、 そんなもん、ほんであんたメガネやめ言うて、おメガネやめなさいって、分かんねえって、うんうん、ほんで髪の毛をな、うん、立てなあかん、立てる、うん、で背は高いなって、で体を鍛えって言って、おお、あ、マッチの方が、うん、そうかそうか、うん、韓国なら人気出んねん、うん、うんうん、あの CN ブルーみんなそんなんやから、いやそう CN ブルー寄せてるだけやんCN ブルーにさせようとしてるやんか、うん、そうやで、寄せていこうとさせてるやん、俺をって言ってちゃうやん、ということでじゃあ次の方行きたいと思います。次はですラジオネームゆうきちゃんから、大阪市ですね、うん、いただきました。皆さんこんにちは。私の変化は今まで夜型だったのが朝型に変化したことです、朝が早いバイトを始めたので夜早く眠るようになりました。それでも朝はまだまだ苦手のようです。確かにね。おお、急に入って急に帰ってきたおかえり石井くん。石井くん、あー、ただいま。おかえり、お菓子どうでした？お菓子お菓子美味しかった。お菓子は最高だった。むちゃむちゃ美味しかった。すいません、すごい日差し出てきた。急に今そうか、急に五光が、うん、受けたのか、受けたのか、もう割れましたね、会場が。割れた、割れるぐらい、はい、とんでもない受け方して、とんでもない、はい、いや満席でね、本当盛り上がってました。あ、ほんま、それはいいこと、めっちゃいいな、はい、今何を読んで、今オンストメッセージを、うん、この変化のやつね、変化のやつちょっとね、はいはいはい、うん、いいな、出してもらってました、読んでていただいてましてね、はい、変化はだから僕あのタバコやめてね、あ、それすごいよな。そうでしょ、何ヶ月経つ？そんな経ってそんな経ってないじゃん。3ヶ月、4ヶ月ぐらい。すごない、はい、3、4、すごいよな。俺絶対無理やわ。無理無理。で、何が変化あったかって言ったら、めっちゃ食べるようになったんですよ。ああ、なるほどね。ほんまに、うん、聞いてたんですけど、うんうん、でも、ほんま想像以上に食べて止まらないんですよ。今もだからずっと食べ続けてるんですけど。いや今は食べてない。今は食べてないよ。何を食べてんの？ほんまずっとね。超えんじゃんでも。いや超えましたね。ほんま超えました。正直その3ヶ月で2キロ超えたんですよ。少なっ2キロだけ。いやでもまあまあでもマックスですよ今人生の。あ、そう、はい、ほんまこれからも増えていくってことやもんな。それだから気ぃつけんとやばいよ。いややばいっすよ。俺2週間やめたことあんねん昔、はい、2週間で7キロ超えてん。そのもううまくて、そうやん、ほんま1日4食で2週間で1日4食。そう、タバコやめたらコーヒーも飲まんくなったんよ。はいはい、じゃあコーヒーがコーラに変わって2週間で7キロ、ね、7キロ超えて、それは変化あったんすよ。そう、これ何を読んでたんすか今これ、はい、変化ありますか。あとこれとこれね、何のやつですか、うん、今さっき今 は、バイトを、はいはい、朝方に変えたから夜方じゃなくなったよっていう。ああ、でもまあ朝はやっぱり苦手ですという、はいはい、うん、ありますね。絶対夜寝た方がいい。いや絶対そうですね。結局ね、そうなってます。そう体が。で結局でも僕も最近あれですけど、年、うん、いってから、うん、朝早なりました、ね。夜は
その夜ちょっと耐えれなくなってきたから、あーオールしんどいみたいな、あそれはでも、まあ、朝目パッて覚めますしね、うん、だからもうそれでもそれじゃあかんと思って、うん、カラオケオール行こうぜって言って、うん行こうぜほなほなしんどいとか言ってたかん言って、はいはいはい、まだまだ若いでってみんな、うん、みんな言ってや、うんはい、もう全然盛り上がらないみんなしんどいそういうメンバーばかりや、ね、無理して言ってるからそうっすよね、わかるわ、まあ、若い時だけですが結構無茶できるというかね、いいけどね、だからそのうちに無茶してね、突っ走っていいかもしれないですよ、ね、いいんだよ、まあそういうことだよ、はい、もうちゃんと留守を守ってたからな、俺あすいません、誰も来ませんでした、誰も来なかったな、ほんますか、うん、なあ回覧板とか回ってこなかった、回ってこんかった、あそんなんあんだ はい、回ってたんだよ、そうそう回ってこんかったよね、でもまあちょっと聞いてみますか、あ聞いてみる、なんかもうさ すごいね、今日たくさんのお客さん来てるでしょ、すごいですよ、はい、お客さんの声というかね、はい、声、いや結局なん、はい、結局その俺らさラジオやったことないからさ、はい、こうオンスト、オンストやってみて、うん、どうなんやろなっていう、このコマンダントのオンストと、うん、トットのオンストってやった時に、はい、どっちがいいんかなっていうのを聞いて、ちょっとそれだけちょっと聞いてみますか、じゃあ聞いてみて、ね、そんなのするんすか、え一回じゃあ聞いて、俺らもやりやりたいもんな、そうそう、まあ、じゃあちょっとやってみましょう、お客さんにするんすか、お客さんに聞いてみますか、これ俺は多かったもうやりたいの、まあまあ一回ね、ほんなら、はい、なんでそんなんするんすか、じゃあコマンダントのオンストがいいと思う方、手を挙げてください、お願いします、じゃあトットのオンストがいいという方手を挙げてください、お願いします、何仕込み何してんねんこれ、何やこれ、あおい、おい、ああそんなか、あそうなってまうんか、ほぼ全員、あそっかそっか、最初にコマンダント2で挙げた人顔は覚えました、覚えました、ほぼ全員取ってやった、そっかなってまうか、これ本社に流れてたっけこのラジオ、流そう、流そう、これ録音も後でもらえますこれ、もらえるやろうけど、トットのほとんどトットでした、なってまうわー取られたすごい飲み込み早いな取られたー、もうすっき取られたー、もう取られた、また取り返して頑張ります、いやこれめったに楽しいですね、やっぱこうやって喋らせてもらうのもね、ちょっとまあでも、うん、ちょっと僕らがまだまださせていただきますからね、はいはい、そうだよそれ嘘だよ、俺らやってもらったんだよ、でも一人はちゃんとコマンダーって投げてたよごめんなちょっとねありがとうございました、本当にご協力、じゃあ5時台にもいただいているメッセージをご紹介していきます、トトさん何か告知がございました、たっぷりと、はい、じゃあありがとうございます、じゃあ僕たちはですね、5月の31日の、はい、日曜日夜の19時半から、ナンバーグランド花月で桜ライブという、僕たちトットジュリエッタギオンラフ次元の4組で、はい、ユニットライブチケットまだまだありますので、うん、皆さんぜひぜひお願いいたします、副題を言わないと、この中の誰かがプロポーズしたら、これほんまに誰も教えてくれないですね、僕らにも、はい、そう完全に内緒、ほんまに誰にも言わんって言ってない、完全に内緒ですけど、うん、もうほんまにガチで、うん、もうお笑いとかじゃないです、ほんまにちゃんとプロポーズします、これは、はい、それはね、マジでこの2人の可能性もありますね、あるわけですからね、まあまあまあ、それは見に来ていただきたいと思います、ぜひお願いします、キング安田を倒せ、さあ ESFM がお送りしておりますコマンダンテのオンスト、水曜日のオンストはコマンダンテが担当しています、このコーナーは打倒キング安田を合言葉に、毎回あるお題に対してリスナーさんからいただいた、回答の中から厳選した回答と、キング安田の回答を無記名で発表いたします、その中で僕がですね1位から5位までランキングをつけまして、キング安田に勝利することを目指すコーナーとなっております、はぁ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 、私がキング安田である。こんにちは。こんにちは。はい。キングね、前回は本当に、キングらしい。そうです。素晴らしい戦いを見せて。圧勝でございました。第1位を見事に取りましたけど。だからまあ、そうなってきますよ、今後も。そうなるわけですね。はいはい。今日もだから1位には間違いない。まあはい、前回もね、2位の方に、はい、プレゼントを差し上げるということで、キング安田直筆の回答カード。はい、うん、前回は安田さんどんな答えでしたっけ、キング、お題がまずそうです、ね、お風呂に、はいはいはい、何でしたっけ、お風呂屋さんに行ったら、なんかいい歌な、あそんなんでしたまあなんせその、はい、キングはもう過去を振り返らない、あそうなんですか、もう昔の歌は昔だと、うん、なるほ どんどん今日もね第1位取るから2位の方にプレゼント差し上げますから、はい、なるほど、はい、素晴らしい意気込みでございますけど、はい、ではもう
早速参りましょうか。今日もだ続々とね、はい、キングを倒せと一丸となって、はい、押し寄せてきてるみたいです。群衆たちが。群衆たちが。蹴散らしましょう、今日。ああ、そうなんですか。はい、じゃあ今日のまずお題を発表したいと思います。はい、お題はですね、長渕剛が歌ってたら嫌な曲のタイトルとは、となっております。はいはい、どうですか、自信のほどは。いや、もうその、そうですね、自信というかもう正解持ってきました。あ、なるほど。唯一無二の、はい、これが正解だと、正解だというやつを安田さん持ってきてくれはったということでございますね。はい。まあちょっとね、うん、まあ今回もまた大喜利ということですけども、そうですまあ安田さんフィールドということで、まあまあもちろんそうですよ、はい、全フィールドね、はい、え？なんで急に自信なくなった。いや、大喜利は特にね、まあ、全部得意ですけど、まあ、まあ何もかもの全てをね、大喜利でやっぱ負け知らず。わかりました、はい、じゃあ早速、はい、じゃあ一つ目から、はい、回答を僕の方で発表していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では行きましょう。長渕剛が歌ってた嫌な曲のタイトルとは。それでは聞いていただきましょう。長渕剛で小鳥のさえずり。なるほど、小鳥のさえずりでございますね。あれ、これですか。ん、いや、すごい無言ですけど。いや、そのだからここでリアクションしてしまうとですね、はい、まあ、いろいろありますから。なるほど、僕のために、はい、そうですよ、今はあえて無言を貫き通すということですね、はい、うん、今どうですか、僕の発表の仕方これでいいですか、それかもうそのままタイトルだけ言った方がいいですか。まあタイトルだけばって言った方がいいかもしれないですね。そうしますね。じゃあそれはごめんなさいね、小鳥のさえずり書いた方はね、それだけちょっと。はいはい。そこもだからまあ、査定ポイント一応。まあまあまあ、それはまあ、石井さんの中で、はい、決めますね。はい、じゃあ続いての行きましょう。長渕剛が歌ってたら嫌な曲のタイトルとは、お洗濯。なるほど。いいですよ。うん。まあまあ、そうですよね。何も言う、まだ今は言えないですもんね。そうですね。はい、今もうすいません。はい。まあ、笑うとかもしないってことですね。まあまあ、その笑いに差が生まれたらちょっと、なるほど、また響くので。わかりました、はい、では続いて3投目いきましょう。長渕剛が歌ったら嫌な曲のタイトルとは、ここにいるよ。カタカナでここにいるよですね。アンサーソングなんですかね、なんかのありましたよね、こういう。ほんまに、え、なんなんこれ、一人やってんの俺今。ありましたね。いや、まあそのまあまあ、はい、はいはい、心の中ではその後で言いたいことわかりました、わかりました。じゃあ続いて4つ目ですね、はい、いきましょう。長渕剛が歌ってたら嫌な曲のタイトルとは、どうしてこんなに苦しいんだろう初恋。なるほどね。はい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 、もうじゃあ次いきますよ、はい、さあでは最後、長渕剛が歌ってた嫌な曲のタイトルとは、筋トレもうしんどいわ、アコースティックバージョン。なるほど、うん、この5つ、こっから僕が1位を決めれたんですね。出ましたね。うわ、これ難しいな。どうですか、その、はい、これとこれで迷ってるとか、もしくは、はい、これちょっと輝いてるなとか、なんか結構、はい、結構均等なんていうの。そうですね、結構均等じゃないですか。差がない。どうしようこれ。確かにな。長渕剛が歌った嫌な曲のタイトルや。ここに来てる時点で、うん、発表されてる時点でもすごい、かいくぐってるわけですよね、その予選を。まあ、だって何通も来てるわけですからね。その中からの4つ、そして安田さんの1つ、はいはい、ということですけど。まあこれはもうだから自信ありますよ。うわ、どうしよう。うわ、難しいな。これはちゃうねんな。まあ決まりました。ちゃうのがあった。いや、1位ではない。いや、1位ではない。1位決まりました。決まりましたか？はい。もう発表していいですか？ちょっとほんまドキドキ。ねえ。いや、難しいよ。まあまあ、これはだいぶ難しいけど。いや、難しいよ。はい。わかりました。では、はい。僕の気に入った回答1位を発表してます。第1位は、お洗濯。さあ、というわけで僕の1位はお洗濯になりましたね。どれもね、あれ良かったんですけど。どうしました、安田さん。そうですね、そのはい、まあ、はい、あ、他も一応言います。2、3、まあ、そう、一応はい、聞いていいですか。
まあ、2位の方にあげるわけですからね、はいはい、2位は、ここにいるようにしようかな、うんうんうん、で3位が3位小鳥のさえずり、ほうほう、で4位がどうしてこんなに苦しいんだろう初恋、はい、最後が筋トレもうしんどいわ、はい、アコースティックバージョンですね、はい、これでいきましょう。なるほど、はい、そのちなみにその理由というか、はい、まあ、まあ最後の4、5は、うん、やっぱちょっと長いですね、はあはあ、そのパッて来ないというか、あ、で面白いけど、面白いのは面白いと思うんですけど、やっぱ長渕剛の筋トレっていう発想、最後の方に関しては、はあはあはあ、まあちょっと安直かなっていうのと、はあ、でアコースティックバージョン、このこれ入れるのちょっとやらしいです、ね、面白いけどねそのちょっとお笑い、ちょっと大喜利を知ってる人がこれ面白いけどやってるんかなって、ちょっとなんか、なん、まあ、そういうこと、うん、もっとこのズバッて来てほしかったっていうだけで、はい、もっと肩の力抜いていやまあわかんないですけど、はい、そういう感じですかね。なるほどね、はい、1位がやっぱもう、まあほらニュアンスですもんねこれって、まあまあそうです、だから本当僕の1位なだけで、そうです、結構いろんな方の1位は、まあ、リスナーさんはまた別の意見かもしれないですけど、ね、変わってくるとは思うんですけど、はい、まあこれは僕が一応決めるということですからね、はい、でははい、キングにね、キングの回答はどれやったんか、ちょっとキングに今から回答を言っていただきたいと思います。では参ります。長渕剛が歌っていたら嫌な曲のタイトルとは。お洗濯。嘘だろ。いや嘘だろ、これね、マジで、これマジなんよ。うわやばいって、やばいやばいやばいってこれ、やばいってたから、よっしゃーおっしゃーいや、ちゃうやん。いやいや、ちゃうねん、ちゃうねん。そうやねん、分かってんねん、分かってんねん。コーナーとして成立せえへんって。いや、また？だから、その、ガチやからしゃあないねん。俺めっちゃ安田くん好きやん。いや、これ、ゾッとしたな、福森くん。マジかよ。そうだね。いや、もう、いや、これはちょっと、ええー、その、だから、いや、これもうしゃあないねん、ガチやから。だからそのいや俺だから前回さ1位やってもう1位俺になるわけないって思ってたから、ちょっとね、そうそうそう、3位4位とかの人にボロクソ言ってみたいな、なんかね、その流れを作ってて、今回もそうやってねしようと思ったから、ほんまに恥ずかしかったわ、ほんまに。だから1位にその選ばれて、うわこれあれなんかな、俺が選ぶからあかんのかな。だからまあその可能性あるよね。だから、そのもしかしたら、うん、そのスタッフさんとか、うん、何人かでその協議して、決めるっていうのも、一つの手か。まあ手でもあるかな。まあでもやっぱ僕が、決めるべきはべきやもんな。フラットには一応ね、うん、いや別に俺石井くんに合わせた答えでもないし、うん。いやまあね。もちろん自分の。いやこれはちょっと、びっくりしたわ。うん、まあ、そうキングやから、うん。なんかあれやね、ほんま、なんか、私物化してるよ。なんか、コーナーを、コマンダンテが。いや、そうね。いや、え、そういうもんなんかわからんけど、すごい、こんな私物化していいんかも。なるほど。ちなみに、ということで、これは2位の方に、今回も、あれですね、あげるということなんですね。まあ、そうですよ。で、あれですよね、安田さんのなんか、あれもあるんでしょ？リトル。キングちゃん。そうですよ。はい。リトルキングちゃんね。はい。僕はあの、キング安田でやらせてもらってますけども。うん。今日残念な惜しくも、選ばれなかった、はい、うん。予選勝ち抜けなかったリトルキングちゃん、うん。の中からね、ちょっと。はい。何なんですか？その、リトルキングちゃんたちがみんななんですか？リトルキングちゃんの中の、毎回3名をリトルキングちゃん。はい、で、その、まあ、1名をね、うん、今日の中全体の、うん。リトル、キングオブリトルキングちゃんを。ややこしいな。何やそれ。とりあえず。だからもう一歩、うん、あと一歩ね。ちょっともう。面白かったんやね、そうそう、でも。面白かったけど、うん、ちょっと届かないなっていう。はい。感じの。なるほど。安田さんは好きやという回答ですね。はい、はいはい。どうします？僕が振った方がいいんですか？それとも、はい、自分でやります？あ、自分でちょっとやらせていただいて。あ、じゃあお願いしますね。はい。はい。まず。はい。こちら。長渕剛が歌った嫌な曲のタイトルとは、忍者リバンバン。おー。うん、だからリトルキングちゃんなんですよ。なるほどね。ね、はい、そういうことですよ。うん。え、一個の手法やね、これね。まあそうですね。うん、続きまして。はい。長渕剛が歌っていたら嫌な曲のタイトルとは、
リズ・リサ・ビッグ・ラブ。え、何それ。なんかこういう女子のメーカーがあるらしいんです。あ、そうなん。これリトル・キングちゃんです、めっちゃ可愛いやつばっかりやな今んとこ。これね、はい、ダントツこれ、はい、今日のリトル・キングちゃん。え、ほなそれだけしてよ、ほな発表それだけにしてよ。この人はもうそのもうキングオブキングちゃん、そうです。あ、リトルキング大阪市のみっちゃんさんです、はい、あ、もう言っちゃうのね。キングオブリトルキングちゃん、安田君のすごい気に入ったやつ、はい、そう。じゃあお願いします。長渕剛が歌ってたら嫌な曲のタイトルとは、ラブラブチュチュな恋したい。はいはいはい、ね、あ、いいですね。そのいい、可愛いんですよ。これがあったらまた変わってきてたね、はいはい、ただでもね、そのまあリトルキングちゃんなんで。そうか、まあまあでも素晴らしい回答でしたね。素晴らしい回答、はいね。だということで、とりあえず安田さんまた1位ですけども、はいはいはい、ちょっと本当にこんなことになると思ってなかったんで。だからどうしますっていうことですよ、なんかね、うん、どうしますこれ。だからそのあ、うん、はい、まあね、はい、あ、2位から5位ね、どうでしたか安田さん的には。あ、僕は、いやでもほんまにね、はい、いや僕もそうですね、小鳥のさえずりは、うん、本当に好きですね、はいはい、僕だからね、ここなんやったらこれ安田くんかなってちょっと思ったぐらい。あ、最初のね、はい、うん、確かに。どっちやろこれ、まあ安田くんやろなっていうか、安田くんやったらこんな書きそうやなっていうのはちょっとある。はあはあ、はあ、この中で言うとね、僕もまあそうかもしれないですね、うん、まあみんな面白いですね、まあね、ちゃんとね振りを理解してますもんね、長渕剛というね。そう、はい、他はないですか。まあそのお選択ですかね。いやいや、自分のやつやっぱり、そうですか、そうですよ。いや、まあ、うん、なんでしょうねこのやるせない感じ。だからそうですね、うん、そのほんまにゾッとしました、うん、今日も。今日もね。先々週もやけど、先々週の記憶が蘇って、はいはい、今日もゾッとしたな。まあただね、うん、今これ2週、はいはい、キングとして君臨されております、うん、まあ、それはキングですからね。今んとここれ大喜利というキングで2回勝たして、はいはい、勝っているわけですけども、はい、次回、はい、ちょっとね、またお題の漢字が変わりますからね。あら、これも大喜利というものではちょっとないというか。何ですか。はい、お題をじゃあ、はい、次回のお題発表します、はい、次回はですね、女性をキュンとさせるとっておきの一言。はぁ、これでございます。大喜利ではないですね。大喜利ではまた違います、これは。だから、なるほど、はい、だから本当にそう思って、はいはいはい、女性の方は特にね、はあ、自分が言われたら嬉しいなんかなになるんかな、はあはあ、男性の方は、まあ安田君の場合は、安田君は女性に対してとっておきの一言をキュンとさせる、はい、女性に向けてね、言ってた。だからこれもキングオブ安田ですから、うん、そのどのジャンルでも勝てるわけですね。どのジャンルでもこれも1位になります。まあ、僕はだから自分をちょっと女性に置き換えてランキングをつければいいかなっていうことですけども、はい、ということで今回は2位の誰さんですかね、2位の方は東大阪市のペンネームあっちゃんさんにキング安田直筆カードを差し上げます。はい、惜しかったですね。2位ですからね、ここにいるよ。僕ここ小鳥のさえずりとはちょっと迷いましたけどね。はいはい、はい、まあ、今回はこういうことになりました、ありがとうございます。ちょっとね、まあ、次回は思考ちょっと変わりますから、まあちょっとどうなるか。まあさすがにまたこれで、はい、その安田くんが1位になった場合は、うん、僕は本当になんか今はお笑いとして安田くん好きみたいな感じだけど、もう人間として好きみたいななってくる可能性がありますけど、ね、だからそう、はい、キュンとさせることもできるんだって。石井くんをキュンとさせてしまうかも。そうなったら本当やばいですよ。このオンスト、このコンビ、そうやね、はい、このそうね、危ない、この電波使ってやることじゃないんですよ、本当に。この週勝手に二人でしてくれって言われるやつですからね。そうですよ、ちょっとね、まあ、はい、でもキングに我々は勝てるぞという、勝ちたいんだというね、リスナーの皆さん、渾身の回答をどんどんお寄せいただきたいと思います、はい、なおこのコーナーはインターネットストリーミングでもお聞きいただけます。今日の夜11時に更新されますので、 ESFM のホームページからアクセスしてください。以上、キング安田を倒せでした。オンストメッセージ、
サコ自体も本質とメッセージ、今日のテーマは変化となっております。はい、早速紹介していきましょう。お願いします。今日、東京都のモカさんからいただきました。ありがとうございます。今年の春高校に入学しました。私の学校は中高一貫なので周りの友達は変わりませんが、制服がダサくなりました。はい、まるで事務員の制服みたいです。制服のうまい、崩し方を教えてください。あ、事務員って どういう紺色のなんかなんかなんかな感じなのかな。事務員って言われてもな、いろんな事務員。まあそうかそうか。制服ね。制服崩し方、崩してた安田君。じゃあ俺らの時ちょうどほんまに腰パンみたいな流行ってたね。腰パン、ちょっと高校の時はね、ちょっと大きめのズボン入って、はい、ちょっとだけ腰で履くみたいなのはやってました。はいはい、だからこれ女性やからね、また変わってくるよね。そうね。だから男性のしか知らん。ルーズソックスとかやろ。今でも履いてんの？あんな履いてるか。なんなんやろな。ハイソックスか。何派？何派？うん。どういうこと？何が好きやったりしてる？女性の。女性のファッション？うん、俺でも普通に紺色とかでいいわ。ハイソックスみたいな。紺色のハイソックス。うん。普通のルーズソックスはちょっといいかな。はい。うん。ちょっとお断りやろ。お断り。でもなんか多分抜くそうやなと思う。ね、ああ、それはね。そうそう。冬場はいいけど。冬場はね。あれ一番嫌やったやっぱあれやね、うん。ジャージ履いてる人ね。ああ。下に。下にな。下にジャージ履いてスカート履いてみたいな。あれほんま。ロマンないね。ロマンない。あれはダメ。あんなね。そうそう。あんなことしたらあかんよね。俺一番だからその、うん、まあ、そのちゃんと着てる人が一番いいかもね。まあ結局ね。うん。その女性は特にそうかもね。そうそうそう。男の人は別に知らんけど。なんか部屋も綺麗そうやんか。うん、ああ、お前ね。うん、そうそう。中学高校は一貫じゃないよね、安田君は。ああ、違う。二貫かな。二貫ってないの。そんな言わへんねん、そういうのは。そうか。制服ね、うん。僕高校の時変わりました、制服が。あ、そう。高校さん。3年の時にね、学校でファッションショーが行われて、うん、来年からの制服を、うん、その時の制服でみんなで決めるっていう、めっちゃ楽しいことしてるやん。すごい。あのテレビとか着てたもん。まあそうか。そう。で、それとどういう種類があんの、そのさ。ね、多分3学ランとかもあんの。学ランはなかった。あ、なんか全部ブレザーとそういう、はあはあ、何女性もそんなんやって、あ、で結局選ばれたのはただただ可愛いモデルの人やった。いや、そういうこと。モデルが可愛かった人のやつが選ばれた。いや、結局そうやで。いや、絶対あれそれやで。めっちゃ損したと思うで、他のその競合した人たちは。もうそのモデルさんを選んだだけで、そこはもう勝ちが決まった。マネキンでよかった、ね、いや、ほんまはね。でもただファッションショーやから、動くだけやから。そうか、そうか、そう、そういうね、一大イベントありましたよ。ええー、な、楽しそうやな。楽しかったんですけどね。はい、ちょっとせ崩し方はできたらね、崩さない方法で。まだできればね。はい。ちょっとはおとなしく考えていただけたらと思います。はい、では続きましょう。はい。大阪市のマッピーさんからいただきました。ありがとうございます。安田さん、石田さん、こんにちは。こんにちは。私は先月昇格し、店長になりました。おぉ、嬉しい気持ちもありますが、まだまだ未熟なため、不安の方が大きいです。ですが、スタッフから信頼され、みんなをも引っ張っていけるよう頑張りたいと思います。最高やな。はい。店長か。店長。何の店長でしょうね。いや、店長。何の店長、何歳かな、分からへんか。言っていいんかね、これ。まあ、若いもんね、でも。若いっすよ、まだ20代。ほんなら、何の、すごいね、でも、それでも。うん、すごい。服屋さんとかかな、もしかしたらね。かもせんしね。女性とかだったら。分かんないですけど。分からないですけど、すごいね。だからもう、嫌われ役やもんね、店長なんか。いや、それ、大事よね。そうそう。そこの前、怒れるかどうか、うん、俺なられへんわ、店長は。いや、無理やわ、絶対。ほんまに無理や、俺も。絶対掃除してるだけだ。もう帰っていいよってみんなみんな帰っていいよっつって俺が一人で全部やって、やってそうやな。次の日も早く来てやってるわ絶対、うん、すぐ帰ったよって言って嘘ついて言ってそうやわ、うん、優しいわ。そうや、もう言われへん、多分怒られへん、向いてないの、うん、そういうのね。いや、俺も無理やわ。まあ、女性の方はそういうのバッて言えるかもね。そうなんかな。結構段取りよく、あ、段取りはでも良さそうな気するな。そうそうそう、女性の方が。俺も優柔不断やから。はいはいはい、うん、いや、素晴らしいですね。いいね。なんかそう1回ぐらいなんかで、はい、なんかの店長になってみたいな。1日店長が、ああ、そう、1日所長とかね、いろいろありますけど。1日所長とかさ、なんかやってみたいね。まあ、うん、石井くんなれそうやけどね。いや、俺無理無理、絶対無理。無理、うん、俺ほんま人に興味なさすぎるやんか、多分。あ、だから怒るとかせえへんもん、多分。
あバイトがでも自分のもし店やとしたらさ、うん、店長になったら怒るんちゃう、でも怒られへんな、よう怒らんな、怒らへん、うん、遅刻とか怒れるかな、遅刻はでももうクビでしょ、そんな、そんなにめっちゃスパルタやんかそこまで行くんや、まあまあね、いやすごいな、いいな、素晴らしいです ね、ちょっと頑張っていってほしいと思います、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、京都府のひなこもちさんからいただきました、ありがとうございます、審査員さんこんにちは、こんにちは、私はついにアラサーになってしまったのですが、カラオケやボウリングで遊んだり学生の頃から何の変化もなく過ごしていました、しかしふとフェイスブックを開けば友達のウェディングドレスの写真、名字が変わっている子、可愛い赤ちゃんの写真、そして先日兄の夫婦にも赤ちゃんができました、ついに私もおばちゃんになり、自分の親がおじいちゃんおばあちゃんになると思うと、カラオケで朝まで踊ったりしている間にどんどん周りが変化していたほどに驚きましたってことです、カラオケで朝まで踊る、いや女性はそうなんちゃう、踊るんちゃう、踊りに行ってんねや、歌って踊ってしてんねや、その AKB だなんだ言って踊ったしてんの、あそういうことか、モーニング娘。はそういうの多分、いいね、楽しくでもできるんやったら全然ねいいですけどね、何歳でも若いっすよ、だって30でも、まあまあね、ねでも女性はあんたちゃうんじゃない、違う男とは、そう、うん、結婚とかやっぱ考えるんでしょ、30ぐらいになったら、まあ、まあそうやね、特にで周りがやっぱみんな結婚していくわけよ、うん、で子供もできてさ、うん、そうなってきた時にやっぱり私このままでいいんじゃないかって、うん、どうしようかなって、うん、なって、まあ、悲しい思いに浸りながら過ごすわけです、まあはい、まあそれぞれのな、うん、でもその俺も昨日ね、うん、あの地元の友達が見に来てくれてたんですよ、えそうなん、はい、言ってよそんな、いや言ってどうすんのでもそうかで終わり、いやそうか言うてやるやん俺かて、そうねな、はい、まあ来てくれてさ、うん、でご飯行った終わってからね、言うてよほんま、なんで言わなあかんそうかで終わるわ、そうそうそう、だから、うん、4人来てくれてて、その3人がもう結婚して子供もおるからさ、みんな男の子、そうそう、男の子でね、うん、だから俺ともう一人のすっごいデブのやつだけ、うん、デブのやつとガリのやつが、すごいデブとガリが結婚もせんと、あみんなちゃんと働いてね、はいはいはい、子供も二人目できる、そういうもんなんかな、俺も周りの友達で一人は結婚してないやつおるったりするの、うんうんうん、中学の時の仲良い小中仲良い4人組みたいなと、高校の時の仲良い4人組みたいな、だからな、二人は結婚してんの、うん、その中で、うん、だから俺ともう一人は結婚してないみたいな、あはんはん、だから一人なんかおるかな、まあおるかな、ちょっとなんか心の安心そうなんあるかもね、余裕があるかもしれない、だから誘う時も地元帰った時もそいつしか誘う、うん、あそうやろ、だからそうそう、やっぱ結婚してる人なかなかちょっと気使うよね、うん、誘ってよって言うな言えてるけど、いや無理無理と思うね、厳しい、奥さんとかね、うん、そう考えたらね、はい、まあでもまだまだ遊べるうちは遊んだらいいんじゃないですかね、そうそうそう、はい、ね出会いもあるでしょうし、はいはい、ね今後ね、そうそう、楽しく過ごしてください。はい。じゃあ続いていきましょう。はい、お願いします。大阪市のエリンギさんからいただきました。ありがとうございます。石井さん、安田さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマ変化ですが、私の母がこの春、ガラケーからスマホに変えて、意気揚々としているような気がします。もともと機械音痴なので、買ってすぐは私が、使い方を教えていました。ちょっと使えるようになってから、私の仕事終わりに LINE でスタンプを送って、たくさん送ってきたり、ゲームアプリのスカを自慢してきたりと楽しそうです、忙しくなってなかなか母と話せない分スマホという共通の話題ができたと、できてよかったと思います、なるほどね、まあいいかもね、うん、LINE でこうスタンプでポンポンとね、はいはい、送り合ってね、送り合って友達のようにね、うん、おかん、LINE とかするおかん、いや俺せえへんねん、せんよない、うちもせんわ、お父さんお母さん、多分分かれへんねと思うわ、うん、まずスマホじゃないな、うん、スマホお父さん、違う違う、ちゃうよね、なんかほんまに未だに信じられへんねんけどさ、うん、メール来るやんか、うん、おかんが送ってきたら、うん、電話かかってきてメール届いたか確認してからほんまな、そうやね、そんなんやろ、あんねんあんねん、そうちもおかんが最近やっと治ったんやけど、ずっと最後に名前入れてきてて、あの署名石井純子って、ね、毎回送ってくる、まあ、いや分かってるわっていうやつメールで名前出てんのに、出てんのにいつもその署名付きで送ってくるんだよな、あったわ、まあまあ楽なところもあるけどね、で兄弟はお兄ちゃんとかさ、うん、お姉ちゃんとかおるんでしょ、うんうん、あそれはもう LINE のグループもちゃんとあるし、あやっぱそうやね、うん、うちもさ、そうそうそう、でもお兄ちゃんが変な LINE のスタンプとか買ってたらちょっとショックだよ、ね、こんなん持ってんねやって思って、あそうかもしれない、あるけどね、はい、いろいろメッセージたくさんありがとうございました、以上オンストメッセージでした、
イベントインフォメーション吉本漫才劇場を中心としたイベント情報をお伝えするコーナーです。本日5月6日水曜日吉本漫才劇場で行われるイベントは吉本お笑いライブ、出演は MC 女と男、ダブルヤング矢野兵道笑い飯コマンダンテ吉田ちプリマダンナ、マルセイユ 8.6 秒バズーカー小泉恵里、会場は18時15分開演は18時30分、当日券は2000円です、当日券は約、開演約10分前から劇場入り口にて販売となります。皆様どしどしお越しください。そしてこの時間もゲストの方が来てくれました。柿つばとの向本くんと山根リチャードくんです。お願いします。お願いします。はい、お願いします。ね、リチャード、リチャードですよ。はい、ね、そんなことなったの。もうでもね、リチャードになってどのぐらいですか。5ヶ月経ってますよ。あれ、あ、もうすぐ半年経つんです、ね、すごいね。リチャードになって初めての春が来まして。リチャードではそう、変わるかもしれない。ムックとは同期や、うん、29期の熊本くん、うん、リチャードくんが1個下。リチャードが30期なんで、30期か、下です。下で、なんて呼ばれてんの周りからは。あ、そうね、周りからはあの、うん、山根って呼ばれてます、ね、なんで変えるんやったな。リチャードって呼んでくれる人は誰か。ちなみに、まあ、後輩が時々リチャンにとかなんか、あ、そういう感じか、はい、いじった感じで呼んでくれますね、はいはいはい、でもこれはもうほんまに辛抱が必要やとは思ってるんで、うんうん、まあまあまあそうかね。僕だって7年目の後半にいきなり山根リチャードになったんで、それまで山根でやってきた期間が長すぎるんで、ね、みんなやっぱ山根としか思ってないからな。リチャード、これね、その社員さんに言いに行くんですか、こういう、ほんまや、僕ね、はい、リチャードつけたいんですけど。恥ずかしい。それどういう感じ、どんな感じなん、その時は。喋りに行くの。喋りに行きました、マネージャーに、うん、マネージャーにあのちょっと名前変えようか迷ってるんですけど、その山根リチャードっていう名前なんですけど、で最初まあはいって言われて、まあまあそうそう、そらそうや、なんでそれで、ちょっとまあそれ言い出したのが12月の半ばぐらいで、マネージャーに伝えたの。変な時期やなまた。いやでもあの年明けに変えようと思ってた。なるほど。年明けに変えて、はいはい、新規一点、そう、新規一点山根リチャードとしてやっていこうと思ったら、うん、その言ったその日の夜にもう吉本のホームページのプロフィールがあの山根リチャードに変わってて、あ、対応は早いね。対応が意外と早くて、大慌てでその方々に告知して回った。僕こうなりそうだっていう、年明けからや思ってたのに。はあ、はあ、なるほどな。その実感はある、今リチャードやな、はあ、っていう。でも、うん、その舞台上で僕メガネかけるんですけど、うんうん、普段裸眼なんですけど。あ、そうなん。はい、ほう、だからほんまにちょっと変身してる気分ですね。はあ、リチャードっていうものそういうものなってる。容易芸みたいなことない。 そんなに変わる。そうかそう、別にネタが変わったわけじゃないでしょ。ネタは何も変わってないです、うん、ずっとそのまま一緒で、はい、そのナンシーはさ、どうなってんのな。やめて、そういうのついてまうから。ほんまに、うん、いや、やめてやめて。ナンシー僕も邪魔やから。マジシャンの方です。マジシャン、いや、変な名前ついてまうから。ええー、ね、でもナンシー、ムクモト呼びにくいから。いや、ナンシーやめてやめてやめて。ひらがなにしたでしょ。あ、そうですね、名前をね、漢字読めへんって言われて、そうそう、読まれへん。どう思われたいねんって、なんか怒られて。だってひらがなにしてギリギリ読めるぐらいやもんな。ひらがなでもちょっと、それは安田くんの額やろ。いやでもなんか、うん、こんな人おらんもんな、あんまり。確かに、ね、福本って。いや、一族やからさ。おるの他に。いや、おるよ、親とか。いや、周りに、全国に、全国にどのぐらいおるの。まだ見たことない。ないよね。でも、たまたま僕の家の最寄りのコンビニの店員さんも向くもん、マジで字も一緒で、でもそれ、倉本って読んだりするかもしれんしな。え、いや、倉本って読むねん。あ、そうなんや。そうそうそう、そう、違う読み方でされるから、あんまりいい感情は持ってない。なんでなん。その店員さんに。別にその普通の子やろ、全然。向本君なら同期で、昔、はい、男前男前って言われてたよね。そうやな、最初フェンドラーフの頃なんかな。そう、ね、覚えてんな、そこ。何がその不思議かってね、うん、その変わってないんですよ、顔は。でも男前じゃなくなってるんですよ。やめてやな、ちゃんと。顔一緒やねんけど、男前じゃなくなってんの。なんか輝いてたな。何やろな。確かに。そう。いや、そのくすんでるとかではないと思うんやけど、別に普通やし。やっぱその、わからんけど、俺全然そのさ、うん、安田君、俺仲良かった。俺その、そね、よかった。なかったけど、うん、やっぱアホやろなって思う。最近。
見てたらあ、まあ、バレ出したな、やっと。なんかその感じはすごい出てる。ほんまにひどいですよ。ひどそう。喫茶店とかでネタ合わせしてても、うん、なんか誰かに会釈してるなと思って、ほんまに全く知らんおじいさんに会釈して、何それ。向こうが指摘はったからなんか知り合いなんかなと思って向こうが意味やからからそれは。いや指摘はったからやとしてもそんなピンポン押されてすぐ玄関開けてるってことやろ。いやでもなんか用事があって押してきはったわけやから、いやそれはもう開けてあげたい。すぐ入れたらあかんって。そんな怖いやん。めちゃくちゃですよ。いやそんなヤバいことじゃないと思うねんけど。マジそうよな、うん、変なんや。抜けてるんは抜けてんのかな。男子は変や。やめてよ。だから向こうとで呼んでよな。やめてよ。ナンシーズの滝つばたでもなくなる。ナンシーズのナンシーなの。ナンシーズ邪魔やな。じゃあもうメインですよ。めっちゃ担ってるやん。何がリチャーだよ。ほな、うん、邪魔やな。めっちゃ邪魔なってきた逆に。その喫茶店入ってね、うん、そのラズベリーのタルトと紫芋のタルトがあって、なんかどっちかで悩んでたんですよ。で紫芋のタルトを注文して、で来て一口食べて全然ラズベリーの味せえへんみたいな。色が似てて一緒の紫だから。同じ味。それでも頼む時はなんて言ってるの。いやまあ紫芋のタルトくださいって言ってるけど。言ってるやろ。でも届いた時になんか紫やったしラズベリーの感じがして紫芋や言ってる。でも紫やったら食べたいなって思ってたからどっちも。でもそれ選んでもうたけど全然せえへんの。何食うてるか分からん状態になってもうたね。何でもよかったもん。いや、まあ、お手本のような天然ね。でも美味しかったし、うん、ネタ合わせしてたら目開けたままよだれたらしい。いやでもちょ普段その口呼吸やからめっちゃその言い訳もアホやわ。鼻であんまいきせえへん。そういう人でほんま明るいよな。そうやね。ほくろも多いしな。それ全然とか関係ないことやんか。これ顔もすごい多いんですけど、服脱いで背中見たら田舎の星空。いやまあまあ天然やな。そうですね。まあ天然ですわ。天然じゃないよ。天の川。天の川です。今どれを言われてるか分からへんから。天然です。いや分からへんな。あでもそういえば今日ねあれやで。そういえばその星空で思い出してんけど、今日何やったっけな、水亀座流星群がね綺麗に見える日らしいさ。あ、そうなんですか。ありがとうな。マイペースだね。いやなんか今それ言われて思い出した。いや羨ましいわ、その鈍感力というか。すごいな。褒められてるのか分からないわ。いやいいよいいよ。ほんまでもライン的にはタダさん的な。ああそうやね。同じやな。タダさんと喋ったらもうわけわからんかった。あでもそんなちゃんと喋ってから、なんか一回ビール好きみたいな話になって。で、何やったっけな。ちょ、あ、ごめん、覚えてない。じゃあ、なんかあってん。もうやってん。ビール。めっちゃ早いやん。ビール、なんか、好きやな、みたいな。ちょっと、なんか、ふっすら喋ったの覚えてない。思い出そうともしてなかった。すごいな。した。登ったと思ったのに。登らんかったな。ナンシーはずっと変わってない。やめてやな。さあ、そんなナンシーズですね。最悪や。はい。告知ございましたら。はい。ナンシーズの2回目の、あ、ナンシーズとしては初めて。いや、もうええやん。カキツバタでええやんかな。カキツバタね。津端の、はい、僕らの2回目の単独ライブが、はい、5月21日、はい、道頓堀のザザポケッツで、はい、19時15分から、はい、あそうですね、はい、ちょっと変な時間、はい、ちょっと変な時間なんですけど、ね、これは天然の感じ。違うよな。俺が注目したんじゃない。間違って15分にしてもらった。勝手にされてた。今は19時なんですけど間違って15分から始めてしまうから。それ15分何手品する気か。自分の時間で撮ってないからそれ。な邪魔やな。ちゃんと鳩持っていける。忘れた。逃げられるてな。僕に刺さんと。いやそうマジくせえへんからな。あということで、その5月21日です。21日です。チケットを持ってるんですか。チケット持ってます。あります。はい。チケット吉本でも販売してますんで。はい。はい。ぜひよろしくお願いします。さあ、ということで、この時間のゲストは、柿つばたのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。今日お便りを送っていただいた方の中から3名の方にサイン入りステッカーをプレゼントします。はい。1人目東京都のモカさん、おめでとうございます。そして、大阪市のメロンボトルさん、おめでとうございます。そして大阪市のユーキャンさんです。おめでとうございます。そんな気のないおめでとういらないですよ。おめでとうございますおめでとうございますって
さあ、ということでこの番組ではリスナーの皆さんからお便りを募集しております、お休みしていた教えてタイムトラベラーのコーナーが次回から予想ややっちゃんいっちゃんとなって入ってきます。あ、そうなんですね。なんて言いました？予想ややっちゃんいっちゃんやっちゃんいっちゃんです。タイムトラベラーね。まあ、だから予想ですよ。めちゃくちゃ楽しみやわ、これ。同じような感じですけど、まあ、もっと予想していこうということですね。うん、未来がどうなるか僕たちに予想してほしい質問を、〇〇の〇年後みたいな感じでね、明記してお送りください。はい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 、そして、キング安田を倒せのコーナーでは、キング安田に勝利できる回答を募集しておりますので、うん、どしどしお送りください、うん。次回のお題は、女性をキュンとさせるとっておきの一言となっております。これ大喜利じゃないですから、次は。そうですね。うん、だからちょっとジャンルがちゃいますから。マジでキュンとさせに。はい、かかるというかね、まあ、僕がだから一番いいなと思ったやつを1位にするということですね、はい。そして、来週のオンストメッセージのテーマはギャップとなっております。まあ、周りの人にいらないギャップであるとか、異性のこのギャップに弱いとか、まあ、そんな感じのギャップのまつわるメッセージを送っていただきたいと思います。帽子じゃないですからね。はい、キャップですね、それはね。ちょっとごめんなさい、ね、どうしました？あ、ごめんなさい、補足しようと思って間違えました。さあ、お便りは来週5月13日水曜日のお昼2時半までにお送りください。メールアドレスは、onst@esfm.jp onst@esfm.jp コマンダンテのオンストまでお送りください。はい、はい、ということでございます。1週間じゃあもうね、2時間もあっという間ですけども、そうあんなバタバタしたオンスト初めてでしたね。トットさんもね、はい、ありがたくやっていただきましたけどね。なんかこう、あれですね、5月11日にまず三つ編み公演という、はい、僕たちコマンダンテと吉田たち見取り図の3組で、はい、ヘッドホールでね、うん、夜9時か、7時か、はい、19時かな、はい、開演でありまして、全然覚えてない。分からない、その日にちも分からない、はい。そして5月15日にはですね、ヒューマン中村さんとコマンダンテでザ・ザ・ハウスの方で、こちらも19時からございますの で、 そうですよ。もしね、お時間あればしていただきたいと思います。はい、何か安田さんからありますか？楽しみですね。もう本当に、はい、カープが勝ったのも言うことないです。もう今日、あ、そうか、今日はもう終わった。そう、もう終わりました。明日からまた始まるんですね。はい、明日からまあ気引き締めてまた頑張ります。阪神戦でしょ、確か。そうです、明日、明後日からかな。あ、明日お休み、1個休むかな。ちょっと待って、明日何曜日？明日、木曜日、木、うん、あ、こんなん1個休むと思うわ、多分。金土日の3連戦、ね、うん、阪神対広島、はい、そうです。結局なんか俺が促してもらってな。また来週も話してくださいね。何やけて好きなんちゃう？いや、俺は、嫌いじゃないの。まあ、それも楽しみにしていて、ね、はい、はい、いただきたいと思います。さて、明日木曜日のオンストは吉田たちがお送りします。そちらもお聞き逃しなく。この番組はコマンダンテの石井と安田がお送りしました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。